本日は10月1日、月の始まりなわけですが、あいにくの台風で外は大雨ですね。ちょっとうるさいんですけれども。そうですね。お久しぶりです。気ままな実況部屋へようこそ、隊長でございます。こんな形で動画を出すのはお正月以来ですかね、今年の。普段もこ、というかこの1年間、1年間ってすげえなまったな。1年間はですね、気ままなリクロチャンネルっていう3人で運営してるチャンネルの方で主に活動していたので、こっちはね、そっちの、裏話とか、そういうなんか、サブチャンみたいなチャンネルに出すような動画ばっかり出してて、あんまりメインで活動はしてなかったんですけれども、8月というか、先月かな、先月にですね、ちょっとそっちの方針が変わりまして、詳しくは概要欄に貼っておきます。そっちまだ見てない人見てください。そう、いろいろ方針が変わりまして、個人での生放送はね、各々のチャンネルでやろうっていうことになったわけなんですけれども、まだちょっとね、どういうやり方でやっていこうかなとか、まだ決まりきってないんですよ。なので、いろいろぐだっちゃって考えてたら、10月1日になっちゃったんですけど、こちら、弾いてないんですよ。生放送で弾きたいって思ってたら、生放送をやるタイミングを逃しまして、もう動画でいいやということで、動画でちょっと弾きます。ゆるく。で、あと、これもあったりするし、10連ぐらいだけ弾こうかな。カノンも欲しいし、ちょっと弾きたいんで、ね。動画映え的にも弾いた方がいいと思うんで、ちょっと弾きます。とりあえずは、プレイバックから弾きましょう。いや、もう全然もう、いつ弾こうって悩んでたんだけどさ。ね、やっと弾けますよ。てか狙いはね、もうだいぶ遅い、もう1年経っちゃってるからね、これ多分もうすぐ出すと思うからあれなんだけど、あさってあれでしょ、周年でしょ、モンスト。マナー去年の周年キャラだからもう遅いんだけどさ、マナーも未だに持ってないし、アナスタシア欲しいな。アナスタシアだな、一番欲しいのは現状。おにゃんこも欲しいけど、その3体ぐらい。この「はいいいえ」って何？この「はいいいえ」っていうボタン2つ用意する必要あった？これ。引くか。大体の感じは去年もやってるし、動画で。運が左右されやすいガチャかっていうのはね、もう分かりきってるんで、あんまり期待はしてないです。去年確か風神雷神引いたんだっけな。風神雷神を20連か30連くらいに引いて、すぐ撤退した記憶があるんですよ。今年もそんな感じにね、撤退できたらいいなと思いつつ、行こう。やっと引ける。いきます。取れてるね。オッケー、行くわ。初回は、気楽にね、ちょっと音でいけよ、下げれば。あと持ってないキャラ、言ってるそばから持ってないキャラ来た。タンザナイトだっけ？タンザナイトってどこつかなの？タンザナイトってどこつかなの？6の5。間に合ってるんだよな。そもそも俺あんま近畿やらないし。なるほどね。とりあえずプレイバック。全然捨ててもいいってだったね。20連。おっと、これは爆死だ。爆死ではない。余裕で捨てるわ。タンザナイトいらないわ、別に。いてもいなくてもなし。30連目。限定キャラ出てくれたら、それはそれで嬉しいんです。おーい。これまさか一番最初の出が一番良かったなんて結果になったりしないかな。それはそれで辛いな。はい。
ベリーアーク、ガブ、ガブじゃねえや、ガブじゃなくてザド、ザド出た。でもザド2体持ってんだよな、正直いらん。いやまあザド強いのはわかるんだけど。おっと確定演出、まあさっきザドも出たからな、確定演出出たからといってアグナムート出る可能性って十分あるわけで。ダルタもいらん、普通主。いやー捨てるな、もうあんま期待してないし、いいんだよもう。ザドぐらいなら捨てますわ、2体持ちだし、ね、それだったらまだ持ってないキャラが出てきてくれた方が嬉しいんだけど、まあ持ってきて、持ってないキャラが出てきてくれる可能性もないという、あるわけというわけで、日本語がつら定まってないけど、お前なんだっけ、モンジュみたいな名前、モンジュ。お前だいぶ遅い、旬すぎすぎだよお前。24の悟空が難しい難しい言われてる時期に強い、強かったやつだぞお前。はい、ラスト、限定2体出たけどしょっぱかったかな。おっとラストに何が来る、ティーチ、ルシファー越えのね、エナサー持ちになりましたけど、重心か待ちに期待するか、重心かに期待するを選ぶか。まあ弱くはないんだよね、 T1 も T1 で別に弱くはないんだけど、まあ下選ぼうかな。うん、しょっぱかったね、おまけにひかりちゃん、まあ3体持ちだからいらないんだ。はい、という感じでございましたね。うん、あまりにもしょっぱかった。まあいいや。ということで最後におまけに、まあコラボね、周年イベントのあとはほぼ必ず、ほぼっていうか必ず来てるか、コラボか来たりしてるんですけれども、まあちょっと10連だけ引きます。うん、せっかくなので、はい、はい、よいしょ。だいたいモンストがコラボしてくれるコラボって俺が分かんないやつばっかなんだよ。あ、ありがとう、あ、ありがとう、あ、ありがとう。え、何万何十万分の1の確率を引いた気がするんだけど、え、どういうこと、マジでどういうこと。何なのよ。そして星玉29って気持ち悪いから、あと1点だけ引こう。はい、アフロ、最後に星6確定、初獲得星6確定ガチャを引いて、さよならバイバイしましょう。それではみんな、また次の動画でお会いしましょう。もうちょっと早く来てほしかったな。秋山さんありがとう。